こんにちはニュースをお伝えします今日午前田辺市の jr 規制線で高齢の女性が特急列車に跳ねられ死亡しました事故があったのは田辺市港の jr 規制線紀田辺駅近くの山崎踏切から南東およそ100メートルの線路内で 田辺警察署などの調べによりますと、今日午前11時25分ごろ、白浜方面へ走っていた特急列車、黒潮の運転士が進行方向の左側から線路内に入ってきた女性に気づき、ブレーキをかけましたが、間に合わずに跳ねました。跳ねられたのは白浜町に住む無職の66歳の女性で、その場で死亡が確認されたということです。 乗客およそ180人や乗務員らにけがはなかったということでこの事故により上下線合わせて2本の列車が運休するなどおよそ450人に影響が出ました。警察では自殺の可能性も視野に詳しいい事故原因を調べています